藤木純。トーナメントプロならこの名を知らぬ者はいない。 JB 日本ランキングにおいて常に上位を勝ち得る日本で10市に入るバスフィッシングトップランカーである。しかし控えめな性格から彼のバスフィッシングスタイルは多くの謎のベールに包まれ、かつて全てを公開されたことはなかった。パワーフィッシングからフィネスフィッシングまで想像を超える繊細なテクニックでこなす彼のテクニックはトッププロの間でさえ想像の域でしか語られることはなかった。ただ唯一彼のガイドを経験した者のみがその驚異的超過でのみそのテクニックに酔いしれる。このビデオは実力ナンバーワンプロガイド藤木純の卓越したリアルテクニックの数々を、そしてフルタイムプロとしてバスフィッシング一本で生計を立てる彼のライフスタイル、考え方を完全に追求し暴いたものである。9月22日朝5時、ガイドの朝は早い。藤木の一日はここミックバスクラブの彼のボートドックから始まる。朝焼けの中、彼は今日一日のお客様のため入念なタックルの準備から始める。一日を無事過ごす彼のタックルスタイルはどれを見ても洗練された無駄のないセレクトである。まさに職業的センスに裏打ちされた武器といえる。その武器の一つ一つを見てみよう。ボートはチャンピオン 19DCX を使用。エンジンはマーキュリー200馬力 XRI を搭載。ロッドは最新鋭のエバーグリーンコンバットスティックインスパイアーシリーズを採用。リールはアンバサダーガナを中心にバリバスのガノアを巻いている。タックルボックスを見てみるとコンバットペンシルを中心にしたトップウォータールアー、コンバットクランクを中心にしたクランクベイトたち、そしてバイブレーションルアー、マッドペッパーマグナムなどが見受けられる。ラバージグはエバーグリーン、プロフェッショナルジグを揃えている。ワームボックスに目を移すと様々なカラーのワームが見受けられるが、グリーン系を中心にしたカラーセレクトがわかる。朝7時、今日のガイド客である田中俊一さんがミックバスクラブにやってきた。おはようございます。おはようございます。今日また一日よろしくお願いします。はい。そしたら、まあ中ほな入ってもらいますわ。はい。藤木のガイドサービスはまず客とのカウンセリングから始まる。どうぞ。そしたら、はい、今日はね、はい、どういう釣りを望んでおられます？そうですね。実は、まあ、来年からちょっとチャプターですとか、はいはい、そういったウエスタンの、うん、まあ、トーナメントに出場しようと思ってるんですけど、なるほどね、楽しむ、まあ、釣りもしたいんですが、うん、できましたらその実践的な釣りって言いますかね、うん、トーナメントで、うん、まあ、
通用するって言いますか。なるほどね、はい、まあ、大会出ることはいいことだと思うんですけど、はい、やっぱり出るからにはね、はい、つって帰りたいですね、はい、大会でね、はい、5本揃えるっていうのはね、はい、非常に難しいんですよ、はい、で僕らはもう結構長いことやってるんですけど、はい、5本とも大きい魚っていうのはなかなか難しいから、はいはい、まあ3つぐらい大きいのが釣れたとして、はい、あと2本がどうしても足りひんとかね、はい、でね、小さいサイズでリミットのね、魚の大きさが30センチ以上ということやから、はい、それでね、だいたい500グラムぐらいあるんですよ、はいはい、それ2つで1キロやからね、はい、それだけちごたら大変なね、差が生じてしまうからね、はい、で、まあ僕らがよく使うのはね、うん、最近、まあ知ってると思うんですけど、はい、流行ってるでしょ、このジグヘッドリグっていうやつね、はい、軽いやつですよ、16分の1オンス、はい、これまあクリンクルカットとかスタッドとかね、はい、今クリンクルカットがついてますけど、はい、こういうのをつけて、はい、スローにフォームしてる、うん、あのほとんど落とし込みの釣りなんでね、はい、でこれを、まあ、こういうふうにスローにホールしてやると、はい、そしたらこうこのワームよく浮くからこう立つでしょ、はいはい、でその時に、すぐ倒れないからね、これが軽いから、はい、バスが食うと、はい、まあ、ウィードのとこでも、はい、魚礁とかそういうとこでも比較的根がかりとかね、はい、しにくいんでね、はい、でね、あのジグヘッドでね、大事なのは、うん、もう針ね、はい、これ結構小さいでしょ、ワームにしたら、はいはい、ワームとの割合では小さいんですけど、はい、これぐらいでないと、はい、根掛かりしたり、はい、あとウィードに絡みつきやすいんでね、はい、これぐらいのジグヘッド、うん、針のジグヘッド使ってもらうと、あとはまあタックルですけど、僕これインスパイアのエアリアルっていうやつ使ってるんですけど、はい、まあ若干柔らかめ、はい、だけども、針があるぐらいの竿を使ってもらったら、はい、うん、いけると思います、はい、でまずね、そしたら朝一番ね、はい、練習してもらうために、はい、あの魚礁行きましょう。あ、魚礁ですか。はい、あの今のポイントなんですけど、はい、獄門島というところがあって、はい、そこ比較的ね、いろんな魚、サイズの魚がいて、はい、あんまり人にいじられてないから、はい、結構素直に食ってくるんで、うん、そこで練習してもらって、それからまあいろんなね、ウィードの、ブレイクとか春節とか一文字とか岩場とか、はい、そういうところを、応用していってもらって、はい、で今日はこれを覚えて帰ってください。でね、実はあのポイントも全然分かってないんで、はいはいはい、よろしくお願いします。それはまああのいろいろ回りますんで、はい、で今日これね、うん、やりますけど、はい、そんな言うてすぐにはできないと思うんですよ。はい、だからある程度あの感じ的分かってもらったら、はい、帰ってからでもね、はい、釣れへんなと思ったら思い出して、はい、これ練習するようにしてもらったら、はい、分かりました。これもいろんなパターンありますんで、うん、はい、それもあの、まあ、フィールド行ってから教えますわ、はいはい、まあほなこんなもんで、はい、タックルこんな感じで、はい、分かりました、行きましょうか、はいはい、カウンセリングによると田中さんはまだまだ初心者。藤木のガイドの今回の目標は魚を確実に釣るということ、そして確実にランディングへと持ち込むという点に絞ってのインストラクションとなった。行きます。はい。最初に目指すポイントはトーナメントでもシークレットとされた通称獄門島。ここで藤木は田中さんにまず全ての基本を教えることにした。こういうのが魚礁ね。はい、ここはまあ古船ですね、深いあの古い船が4メーターラインに入ってて、はい、でその上にゴロ大使がいっぱい乗せてあるっていうポイントなんです。まあここを狙ってみましょう。はい、じゃあ田中さん、はい、今日はあのライトリグをやるということで、はい、
このクリンクルカットの16分の1のジグヘッド、はい、これをね、ここはまああの今へのポイントなんですけどね、はい、まあ一応許可は取ってるんで。そうですか、はいはい、でここでね、とりあえずどんな魚が釣れるかっていうのは分かんないですけど、はい、ジグヘッドリグでまずあの練習してもらうと。分かりました。いうことで、はい、まあ魚いると思うんで、はい、なんやかんや魚釣れてくると思いますよ。でそれでその動かし方のタイミングとかね、はい、そういうのが分かってもらったら、はい、あといろんなウイドとかウイドのブレイクとかね、はい、桟橋ね、マリーナのね、はい、とかあとそうですね、なんていうんですかね、一文字、はい、うん、とか、はい、岩場とか、はい、そういうとこもみんなこれ使ったら、はい、ある程度聞くときはもうめちゃくちゃ聞きますんでね。でトーナメントのリミットとかも揃えるときは、はい、これが一番ポピュラーなんでね、はい、これちょっと今日マスターしてもらおうと。でとりあえず僕一回動かし方とかね、はい、やってみますんで、はい、見といてもらいます。はい、わかりました。こうキャストしてね、はい、ラインが流れないように、はい、必ずキャストしたらすぐ水につける、はい、ね、ではあのこれぐらいの角度で保ってね、はい、ポーリングさせてやると、はい、で水深は4メーターぐらいですから、はい、もうちょっと時間かかるかな。でまあそこに着いたとしますね、はい、そしたらあんまり動かさないワンアクション、はい、こういう感じトーンってやった、そしたらまたホーリングできるでしょ、はい、そういう感じで初めは狙ってみましょう。魚が浮いてる時はこれが有効なんで、はい、で落としてすぐ当たりがあったら魚は浮いてるということです、はい、上から追いかけていってポンって浮いてるからね、はい、でまたこういう風に煽ってやると、はい、で必ず沈んでいくラインを見てね、はい、当たりが出ないだろうか。でこれが大きい幅とかね、はい、小さい幅とかこう変化をつけて、はい、で1回やったりこう2回こう煽ってみたりね、はい、それとあとはまあそこに魚がいるなって感じたらね、今度はシェイキングです。こうシェイクして一箇所で粘って壊すと、はい、であともう一つはあんまり使わないですけどズルズル引く、ズル引き、はい、こういう感じです。じゃあやってみましょうか、はい、じゃああちらの方向かってキャストしてみよう、はい、まあまあ、あの肩の力を抜いて、はい、必ず落ちるときにはもう神経を集中すると、はい、まあ少しね濁ってるんでどんなんが連れてくるかわかんないですけど、で当たりがあったらすぐフッキングしてくださいね。来ましたか。来ました。おお、オッケーオッケー。どうです？ああ小さいですね。当たりはわかります？はい、わかります。うん。もういたら一発でしょう。そうですね。今もう爪の爪の。うん。実はね、はい、さっき練習って言うてキャストしたけど、はいはい、当たりあったんです。うん。だからね、もうピンスポット狙った場合は、はい、最初のホーリングで決まることが多いんでね、はい、あの神経集中してやってください。はい、はい、どうぞどんどん突き出す。藤木さん、あの雑誌とかでね、はい、あのまあ、バスプロの方なんですけども、はい、関東の方とやはり関西のプロの方とあの基本的にはまあ一緒なんでしょうけども、雑誌とかで見てますと、どちらかといえば関東の方、あの軽めのリグ使われてますよね。で関東、あの関西の方はあの重めの、はいはいはい、静かとか使われてるんですけど、何かね、関東の人はね、はい、今までやっぱりあの霞とかね、はい、北浦が現れる前は結構シビアなレグで釣りをしたかったんでね、はい、こういう軽いリグを使って、はい、釣れた魚を取っていくという釣りがね、はい、もう主流やったみたいです。だからそういうのはもうすっごいうまいです。で僕らはやっぱりね、あの豪快な釣りとかしてたんで、はいはい、こういう釣りはちょっと遅れてたんですけどね、やっぱり、トーナメントでプレッシャーがかかるとどうしてもこういう釣りがね、はい、必要になってくるんでね。来ました。
あ、バレた。生まれました。うん、そういう感じですね。はい、ただやっぱり関東の人もね、あの上手い人はというかトッププロの連中は重いのも使いこなさはるしね。はいはい、まあ、今あんまりそういう差はないと思うんですけどね。あ、そうですか。ただやっぱりこういう釣りができひんと、どんどん遅れを取るからね。はい、まあ、今日は田中さんにね、来年またいろいろトーナメント出ようと思ってはるんで、はい、この釣りをマスターしてもらうと。はい、お願いいたします。はい、来ましたか？来ました。どうです？結構いい？いい？オッケーオッケー。おお。慎重にね。はい。はい。慎重にね。ドラグあまり出さなくていいよ。はい、うん。とりあえず魚が浮くまでは、竿を立てて、ランディングを僕はしますわ。あ、軽くなってきた。いや、結構いい方よ。あ、こっち泳いでるから。おお、いい方、いい方。うう。はい、竿突っ込もう。竿突っ込もう。はいはいはい。でドラグ出る？そう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 、これぐらいの角度を保ってるとね、はい、ドラグが出やすいからね。あとはまあ慎重にいってください。はい、おお、元気や。もう一回行ける？はいはい、慎重に慎重に慎重に、はい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 。びしょびしょ。いえいえ、オッケー。 お前こっち来い。40分。フッキングやね。このサイズが出るとね、あ、まあ当たりとしてはそんな感じです。はい、結構白いね。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、まあポイントとしてもいいとこ入ってたからね。あ、そうですか。うん、実はね、向こう側だけね、はい、深く掘れてるんです。うん、だから、ね、そこにボートポジション取れるよう、はい、あのキャストできるように、はい、ボートポジション取ってるから、はい、なるべく向こう側ね。わかりました。もう一丁行きましょう。はい、でラインだけチェックしてください。結構大きいのかかったから。はい、はい、でラインチェックね、教えておきますよ。 はい、あのね、ここ持ってね、はい、こうみんなこうするでしょ。はい、こんなんはもうどうでもいいですよ。はい、どうでもいいっていうか、ずれ出たらすぐ分かるから、はい、こう手2回ほど巻いて、はい、こうやったらほら切れるでしょ。これ次フッキングしてたら切れるんですよ。はい、これだけ気をつけて、はい、結び変えてください。はい、結び目はやっぱ締まってくるからね。はい、うん、でもちょっとさ、よし、まあまあのサイズ。キーパーちょい、太ってますね。うん、32センチぐらい。まあね、この1本がどうしても欲しい時があるんですよ。はいはい、実際ですけどね。これで多分 500g ぐらいやから、はい、500g は役に立ち寄るということです。はい、朝一番確実に魚のいる獄門島にて、藤木はジグヘッドリグ、ライトテクサスの基本を徹底的に教えた。ロッドワーク、ランディングなどトーナメントで必要なテクニックを覚えてもらうためだ。次の課題はブレイクとピンスポット。藤木はこの攻略にぴったりのシークレットスポットへと向かった。ここ今6メーターなんですけどね。はい、これがこう上がっていきますわ。はい、見てください。こうね、はい、
でここでマークアウトです、はい、でこれね、はい、これがブレークなんやけど、はい、上浮いてるでしょ、はい、これね多分チン線かなんかです、はい、うん、だからこれとは全く違うもんが引いてる、はい、うん、でこれこういう風に映ったけど、はい、こういう風に岬が入ってる、はい、その上こう通したから、はい、先っぽ、はい、ね、だからこういう風に映ってるわけ。次のスポットは6メートルのウィードブレークの岬。そのスポットを狙う練習だ。ここはテキサスリグでやってみましょうか。ここはまあ大物狙いで、はい、うん、ね、こういうでかい、ね、ワームの重めのね、はい、テキサスとボートポジション取りますから、はい、こっちが、こっちが、はい、で狙う場所はあのマーカーの周り、はい、もう横50センチぐらい、はい、うん、1メーターぐらいで見る、はい、それぐらいに右側を、はい、特に狙ってください、はい、よし、あー、ちっさいな、でもまあ、キーパーぐらいかな、ちっさいのにこんなワーム食うてほら、あんまり長さ変わらないいい匂いやね。こういうとこはね、大きいのから食うてくるからね、はい、実はこのスポット、藤木は明日のトーナメントで狙っているため一本でこの場を離れたのである。ガイドとトーナメントの難しさがここにあるのだ。午前中最後に選んだのは木の浜3号水路横。ここはウィードとブレイクの絡み合ったシャローで、ここではラバージグのマスターを藤木は狙った。ね、田中さん、はい、ここまあ木の浜の3号水路なんですけど、はい、ラバージグ使って、はい、で狙いとしてはまあウィードのエッジからブレイクの、はい、そうですね、5メーターぐらいまで、はい、でね、ロッドアクションとしてはね、はい、そこに落として。はい、多分初めウィードからも思うんですよ、はい、でそのウィードをこう切ってやるように強く、はい、シャープに、はい、でフォーリング、はい、で必ず落とすときはライン張ったままこう落としてやる、はい、ね、そうするとロッドにトンっていうそこに折った信号が伝わってくるから、はいはい、それが来るはずやのにないときとか、はい、そういうのが当たりです。でもちろんこうトンと落としてポーズ取ってる時にポッてくる当たりもあるし、はい、もう全てそこ合わせね、はい、だからロッドワークとしてはもう本当にこれだけ、はい、しゃぐっては落とす、その時にあんまりラインを緩めてこれを落とさない、張ってもダメ、はい、うん、張らず緩めずっていう感じ、はい、はい、ちょっと難しいですけど、はい、でまあ狙いとしては、はい、ウィードのエッジ画面で見えるでしょう、はい、それの1メーターぐらい手前、はいはい、から分かりました、いいです、はい、じゃあやってみましょう、はい、うん、そういう感じです、はい、ここで注意してみよう。ロッドワークが手首を使いシャープな藤木に対して肘を中心に動かす田中さんはキレがない。これが大きな差となっているのだ。よし、おお、川一枚、やば、あ、割れた、やっぱりやばかったな、川一枚合わすのが遅れた、こんな感じ、はい、
し。これはこれはいいですよな、ね。よし。丸飲みですね。丸飲みですね。マコン。とまあああいう感じで。午前中40センチを超えるバスこそ1本だったが、田中さんはジグヘッドリグの扱い、ランディングをほぼマスター。キーパーバスを13本キャッチした後、昼食のためマリーナに戻った。朝からの感じはどうですか？ジグヘッドで魚取るって言いますか、ポピュラーなやり方 で、うん、でその後にそのライトテキサスでね、うん、9インチ半のワームを使うっていうのがすごく驚かされたんですけど、うん、あれはそうですね、うん、なかなかやってる人がいいんでしょう、うん、だからやっぱり釣れるんですね。でもあれで何匹も釣るっていうんじゃなくて、はい、もう全てやり終わった後にね、はい、あと1匹だけ欲しい時とかに使ってもらいたいんです。うん、であとまあジグヘッドは大体基本的なことは分かったと思うんで、アクションも分かったでしょ。そうですね、うん、でまあ昼からね、はい、昼から、沖ノ島の方へ行きたいと思ってるんですけど。あ、沖ノ島ですか。はい、でまあ明日大会なんで、はい、2時までしか難航はできないんで、はい、で沖ノ島へ逃げて、まあ、大きいやつを狙いましょう、はい、そうですね。あとまあリグとしてはもちろん朝やったねジグヘッドリグ、まあ復習というかそういう感じでやってもらって、はい、あとちょっと重たいね、はい、テキサスリグでかなり深いところを狙ってみようと思ってますんで、はい、まあ、釣り方としてはそんなもんですよね。 あとまあね、あの台風が来てますから荒れへんことを願ってね、荒れるとちょっと厳しいですからね沖ノ島は。ビギナーである客に釣らすということは、トーナメントプロである以前に仕事としての気遣い、分かりやすい説明などさまざまな難しさがある。好きな釣りができる反面、これは仕事としての厳しい面でもあるのだ。彼はこの仕事一本でこの4年間生きている。何が彼をこの道に誘ったのだろうか。まあそれはもっと練習がしたかったというのが最大の理由で、まあ、練習をしてトーナメントで勝ちたかったというのが最大の理由です。で、まあ、今はね、ガイド業をやってるんですけど、それまあトーナメント出るだけではやっぱり食っていけないんでね、だからガイド業でお金を稼いで練習をまあそれを共にして、これからまたトーナメントを本気でやっていきたいと、そういう感じです。ガイド業をもう少し充実させて、
どなたでも楽しんでもらえるような、ね、ガイドを目指したいと思います。そして今後の展開としては、ミックバスクラブというところが僕の基地なんですけども、そこを使ってね、その始めた方とかもうどうしたらいいかわからないっていう人を、簡単なスクールなんですけども、そういうのを利用していただけたら、まあ、一日楽しんでもらってって考えてますけど、ガイド業一本で生活していこうというのが僕の今後の目標なんで、それをまあ目指して頑張っていきます。